1422ラジオ日本、ラジオ日本銃剣情報センタープレゼンツ、賢者の砦、賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。銃剣情報センタープレゼンツ、賢者の砦、今夜も始まりました。はい、小泉さん、はい、今週末の27日、うん、28日は横浜国際プールにて、はい、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの2戦がありますけども、うん、あのホームゲームのですね、うん、楽しみといえば美味しい食べ物だと思うんですが、うん、そうですね、ビーマーの方でもまた頑張ってアリーナグルメやるんですけど、はい、今回はまた敵地グルメということですね。名古屋といえば名古屋エビフライ。あ、なるほど。今いっぱいある中でエビフライ、エビフライまず来ましたね、はい、これを食ってやろうということ で、 いいで、ね、限定でちょっと立派なやつを作ります。お、立派なエビフライを立派なエビフライと、もちろん焼肉も入ってるっていうね、肉とじゃあエビと入ってるんです。海と山、山じゃないか別に陸の幸がそうですね、楽しめる、うん、それを、いいですね、ちょっと出そうかなと思ってますね。であともう一つは、はい、やっぱり、ね、名古屋有名な味噌カツを、味噌カツ食べたい、うん、味噌カツ丼みたいなのにしてちょっと出そうかなと。いい、とにかくね、あの会場雰囲気で、はい、もう適地の美味しいものを食って、はい、名古屋から2連勝 し、はい、しちゃおうと。そうなんです ね、そんな機運でやりたいなと。いいですね、こう敵地グルメのいいところは、うんうん、もちろん相手 の、 その敵 の、 あの美味しいものを食べてしまう、うん、だから勝とうっていうのもあるんですけど、はいはい、でも結局それでお腹が満たされて幸せな気持ちになるっていう、 そう、ね、本当に敵地なのかどうなのかっていうね、まあ、そうですね、お互いウィンウィンな。あとね、僕たちからすると、はい、あの名古屋から来た人が意外に僕たちの食って、はい、あ、美味しかったねとかどうだねって言ってくれるのは嬉しいんです。そうですよね、前琉球があのすごくタコライスを美味しいと、うん、沖縄のやつよりもうまいよって。そうですか、ありがとうございます。一番の褒め言葉ですよね。そうそれは嬉しい、うん、でそうするとね、なんとなくちょっと勝った気もしなくもないので、はい、そうですね、確かに認められてるっていうことですよね、はい、ぜひ27日、28日は、北山田駅からですね徒歩10分ほどですね、うん、横浜国際プールという場所が横浜ビコルセアーズのホームアリーナとなっております。こちらで名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの2戦がございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、というわけで皆様本日も最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ、訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ、安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買取専門店港北ニュータウン店まで。賢者の部屋、混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうために様々な提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは先週に引き続き横浜ビーコルセアーズ背番号13番山田健二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、前回は、うん、あの山田選手の経歴をこういろいろね聞いて、そうですね、なんかいい人っていうのがね、はい、定着ポジティブな方でね、はい、ポジティブキャンペーンを繰り広げたんですけども、今週はそうはいかないぞ。でもね、あれなんですよ、山田さんは僕この間ほら、あれだったじゃないですか、エスコートレディのね、はいはい、お人気あれですか、ナンバーワンですからね。あ、そうなんですか。お、山田さん、女性たくさんいましたもん。山田さん、佐藤拓也さん、応募者殺到、ね、あ、そうなんですか。困りましたっていう感じですよね。あれ、両手にお二人でしたっけ。僕両手でした。そうそう、あのね、基本は、はい、全部人お一人ずつ選ぼうと思ったんですけど、はい、やっぱ多い方は多いのと、うん、でも、もう熱心すぎて、はい、こっちを落としてもこっちをお願いしてもっていうのがもう本当甲をつつけがたい人がいるんで、そうですよね、難しいですよね。そうなんで、もうすいません2人でお願いしますっていう感じにして。でも背中と前が空いてるから、次もしやるなら4人ぐらい抱えて囲むの俺真ん中1人歩いてこう歩いてそうです、4人ぐらい引き連れてなんか親衛隊みたいな。でもなんか JP に言われて、はい、なんで2人なのみたいな感じで言われて、あ、そうなんですか。いや、俺も分かんないけど2人っつってみんな多分1人で多分行ってたと思うんで、はいはい、そうですよね、なんか2人でこういいですね。そうなんですよ、まあ、僕もね大変でした、選考が。そうですよね、いや難しいっすよね、そうなっちゃうと。だから結局やっぱりそのね、はい、長く応援してくれてる方を今回ちょっと優先にしたんですけど、はい、でも
山さんそのね長くやってる方他にもいたんですよ。そうなんですね。もうほんとまあでもまあこういうのは恨みっこなしでまた次回 ね, ね、同じコートをね、はい、していただいた時にご応募いただければなと思うんですけど、はい、でも本当に、うん、あの山田選手は女性ファンも、うん、そして男性ファンも多いですし、でも山田選手ってプライベート謎じゃないですか。謎ですね。あんま見えないですよね。みんなに言われますね。出さないですよね。謎って、はい、城太郎にこの前あのボソって言われました。同じチーム内で金さん謎ですってプライベート謎っすよ。実は僕それ細谷くんにも言われたことあります。あ本当ですか。ケンジさんだけは謎なんすって。そうあいつもすげえ聞いてきますもん、うん、で教えてあげないからじゃないですか。別にプライベート何もしないですけどね。本当ですか。いやあのインスタライブとかインスタとかで見るだけだと何食ってるのかどこにいるかぐらいしか分からなくて。そうなんですよね。そう1人なのか2人なのかも分からないし、ない、でも時々なんか女子っぽくなんかコーヒーみたいなあげたりとかだからよく分かんないんですよ、うん、これは何デートをしてるのかなとか。あ俺あとあれがちょっと懐かしいというか、うん、最近ないのがこれが自分のすか。そうっす、あれ結構好きだったんですけど、細谷がめっちゃなんか突っ込んできてなんで自分撮ってるんですかとかつって最近自分じゃないですか。いやあれはすごい良かったですよ。絶対いいと思います。病院暇とかってこの、うん、自撮りシリーズ散歩してるみたいなやつですよね。そう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 あれすごい良かったんですけど。本当すか。じゃあ一回やりますか。また言われんだよ、また言われんだよ。何してんの絶対言われるんですよ。でもなんかそういうことやること自体が私としては結構意外で、うん、まあそうですね、そう自分のこと撮ったりとかするんだみたいな。それも多分こう女子ファンからすると結構萌えポイントなのかなって。俺ちょっとねあの変な推理してましたけど、はい、あれは、親御さんに元気だよっていうのと、はい、もしかしたら好きな女の子にここにいるよってこうやってアピールポイントですか。そうやってんのかなって勝手に妄想してましたけどね。なんかみんな、 なんかその時結構外国人選手とかもやるし、はいはい、あとなんかこうインスタとかなんかそういうの SNS やっててもなんか自分の写真なくないですかっていうのよく言われるんですよ。ないですね。だからなんか多分その時ストーリーがちょうどなんか入ったみたいな感じだからちょっとやってみたみたいな感覚ですね。ただちょうど確かにリハビリとか手出してて、そう病院でマジで待たされるからマジ暇っていうちょやってたんですよ。あの病院シリーズ結構面白かったですね。そうですね。病院シリーズマジ暇だったんで。でも本当にプライベート謎なんでちょっと今回はそういうプライベートいろいろもう深掘りしていきましょう。せっかくだから、はい、もうねあのこんだけ女性ファンも多いんで、はいはい、こう女性のタイプとかもね、あそうですね、女性のタイプかなと思ってるんですけど、はい、じゃあ一番最初もそれを、うん、まあでもなんかこうあそもそも結婚願望はあるんですか。結婚願望あります。子供欲しいんで。あ本当ですか、うん、でもなんかなんていうんですかね、うん、自分の時間がやっぱちょっと好きな部分も僕はあるんで、一人でなんかしてる一人とかの方がいい時とかもやっぱありますし、やっぱこうこの職業やってると、はい、やっぱ理解とかをしてもらえる人じゃないと、ね、だいぶ理解しないとダメですよね。そうですね。難しいかなっていうのはあって、うん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 、やっぱそのいろんな付き合いとか出ちゃう時とかもやっぱありますし、はい、そういうのがある程度こうなるとなかなかちょっと難しいかなっていうのはあると思うんですけど、うん、じゃあタイプとしてはそういう自分に合わせてくれる人がいいんですか。合わせてもらえ、まあこっちも合わせるのは合わせるんですけど、うん、まあ合わせてもらえた方が、うんまあ、スムーズかなっていうのは、うん、なるほど。まあもちろんその休みの日とかだったらどっか出かけるとか、うんうん、逆にこう構ってくれないというか、もうあなたはあなたで私は私でみたいなタイプはどうなんですか。それもそれで嫌いじゃないっすね。別に。なるほど。なんかどっか出かけるってなった時は別に一緒に行くけどみたいな、うんうんうん、でも家とかにいても別に、うん、なんかお互いなんかやることがあるんだったらやるとかでも全然いいし、でもそういうのってなかなかいねえんだろうなっていつも思うんで。どうなんですかね。いや、いますよ。だって最近の女子って割とそうじゃないですか。やっぱり野球選手とかの奥さんとかなってる方はもう私は栄養管理料理その辺も絶対やると、あんたもうとにかく外行って頑張って活躍してきなさいみたいな、そういう感じでしょ。なんかよくあるじゃないですか、うん、戦力外通告されたりとか、はい、テレビやってるじゃないですか。いい奥さん出てきますね。奥さん半端じゃねえなと思って。そうですよね。あれは絶対見ますもん、ね、絶対見ます。録画見れなかったら録画していきますからいやだからすげえし、やっぱこんな人ってでもいるんだなって思っちゃうんですけど。いますいます。なるほど、うん、いやでもいると思いますよ、うん、いるんですかね、うん、出会ってないんですか ね、 ね、そういう人に。いやもしかしたらその野球選手の奥さんも、はい、
会った時はそうじゃないんですけど、結婚するに従ってもうスイッチ入れて、私はもう裏に回ると、支えるで主役は旦那っていう風にこうなるんじゃないですか。そうなんです、で結婚はまあ置いといて、じゃ付き合うのの絶対条件みたいなのあるんですか。うん、あ、いいですね。絶対いい質問。絶対条件、うんうん、例えば料理できなきゃダメよとか、うんうん、それとか料理はでも多少できればいいかなと思いますし、うん、なんかある程度のことっていうんですか、うん、なんか世間一般にっていうのもあれなんですけど、うんうん、ある程度の掃除とか洗濯とかもある程度ちゃんとできる、うんうん、全くできないってなるとちょっとしんどいなと思いますけど、まあ、まあ料理もスイッチ入っちゃう人いますからね、うん、結婚するよって本気になった瞬間にがっつり学校通っちゃうとか、うん、フードマイスターとか取っちゃう人いるから、うん、中身の部分もそうですけど、外のなんかこう、そうですね、顔のタイプとか、顔のタイプ大きい子が好きとかちっちゃい感じが好きとか、うん、ガリガリよりは、うん、ポチャッの方がいいですね。ちょっと肉付きが、なるほど、あスラッともうモデル体型みたいなガリガリがちょっとダメなんです。モデル体型も嫌いじゃないですけど、でもちょっと多分違うかなと思いますね。うんうん、背丈はどうですか。背丈は自分よりちっちゃければいいかなと思いますけど、山さん180ぐらいですからね。そうですね、うん、で結構いますね。いますね、で結構ってか大半ですね。大半超えてないから、うん、そうですね、超えてないから、そうです、ね、なかなか超える人には多分いかないと思うけど、うん、いやでもそれで、うん、まあちょっと若干ぽっちゃりめの方がいいかなっていう、うん、そうですね、うん、なるほど。年齢はどうですか。いや年齢もね、うん、自分がもう年、うん、34とかの年なんで、まあ、同い年とか、うんうんうん、まあ、でも下とかになっちゃうのか分かんないですけど、うんうんうん、だ年下なら年下でも、うん、まあ、だから同じぐらいのレベルっていうか、その、うん、あの、はい、落ち着いてる感じの方がいい、はいはい、なるほど。キャピキャピしてなくて、そうですね、キャピ、うん、キャピちょっと疲れちゃうかもしれないです。でもケンジさんはキャピキャピすることあるんですか。僕がですか。結構いつもクールじゃないですか。なんかはしゃいでる瞬間。キャピキャピしないです。前田アレスマ、カバヤさんとアレクさん、アレクさんキャピキャピしてて。ね、アレクさんキャピキャピしてたから。そう、あの二人はなんかこう、はい、多分昔から知ってるから、多分カバが多分そうやっていじったりとかするとアレクが多分そういうなっちゃう。キャピキャピってかキャッキャキャッキャしてましたよね。キャッキャキャッキャキャッキャしてましたね。そうなんですね。でもさっきなんかお一人の時間が大切だって言ってました。そう、一人の時間 何してるんですか。もう家でぼーっとしてるか、ケアしてるかとか、テレビで。趣味はないんですか。趣味ね、うん、これね全然ないんすよね実際。毎回言われるんですけど、なんかないっすかって言われるんですけど、まあ、それこそ前はあの健康食品じゃないですけど、はい、まあまあ、だからそれを見に行ったりとかっていうのが趣味じゃないけど、趣味になるのか知らないけど、なんかそれ釣りとかそういうのないですか。いや、釣りマジ飽きるっすね。釣りはマジで無理っす。俺もダメです。行ったらもう何にも起きないんで、もうすげえつまんなかったですね。そうですよね、朝早くに行ってとかじゃないですか。高島選手でしたっけ、釣り。誰が釣りやってる人いましたよ ね、タクヤじゃないかな。あ、タクヤ、あ、そうかもしれない。田村選手かもしれないですね。俺はもう完全に一回栃木の時にそのワカサギ釣り行ったんですけど、最初バーって釣れたんですよ、はいはい、面白いじゃんってなった瞬間に、そこから釣れなくてもうこれ寝てましたみたいな。だから釣りはね、好きな人と分かれますよ、ね、分かれます、うん、じゃあでも誰かに何かやろうよって言って誘われたら結構行くタイプですか、それともいいいいって断っちゃうタイプですか。あ、誘われたら行くことの方が多いですかね、うん、だからこのチームは誘われ待ちが多いなってよく言われます。あ、そうなんですね。女子かって結構言われます、アレクとかによく言われる。あ、そうなんですか。え、誘われないんですか逆に。いや、誘われるけど、はあ、誘われたら大体は行ってることの方が。何に誘われるんですか。まあ、ご飯行ったりとか、あ、そういう、あ、ご飯、そういう感じですね。はい、まあ、だいたい呼ばれるですよね。なんかそこ担当みたいになってる感じ。そこオールラウンドにこう。そうですね、だいたいアレクかば俺里宅でいることが多いかな。なんかこだわってるものとかないんですか。服が好きとか靴が好きとか。ああ、はいはいはい、こういうの買い物行ってると楽しいなとか、こだわってるもの、うん、つい買っちゃうなみたいなものとか。いやでもなんか見て、あ、これ欲しいなとか、自分のこう好きなカラーとかのやつで、うん、あ、良さそうだなと思ったら
チッてこうやって押したりとか。ああ、ネットショッピング派なんですか？ネットでも買ったりしますし、まあ、見に行っていいのがあれば、あ、その場で、あの時間かけないです。あ、パッと買うタイプ。見て、はい、一回あの保留にはして、はい、あ、金額を見てってことですね。バーッて見て、あ、やっぱこれだなって、はい、すぐパッと買ってすぐ買います。あ、そうです。すげえ合理的なんですね。そうですね。 あれはどうなんですか、あのほら結構大きい車を乗ってるじゃないですか、はい、あれは何のために大きい車なんですか？大きい車、最初がなんか僕 BB 乗ってたんですけど、うん、ちょっとまあちっちゃめで、はい、まあ、小回りも効くんですけど、まあ、もうちょっと大きいの乗ってみたいなっていうだけです。だけ、例えばほらね、キャンプに行くからこうだよとかないの？あ、全然ないですね。車が正直そんなに詳しくないです、言うほど。好き、なんか、あ、この車いいなとは見ますけど、うんうん、全然実際詳しくないんで。あ、全部聞きますね、幅とかにやっぱ聞いたりとか。なんかちょっと恋愛の話に戻っちゃいますけど、うん、付き合う人に影響されるタイプですか？影響はそんなされないですね。あ、そうなんですね。じゃあもう本当に自分の生活があって、うん、そうやって周りの人がいて、そうの方が多いですかね。あんまりこう影響されてどうこうっていうのはなんかベタベタな感じで付き合う感じじゃないですね。あ、そうですね。だからなんか、うん、僕どっちかって言ったらその付き合ってたとしても、うん、その友達とかのこの、うん、なんていうんですか、誘いじゃないけど、はいはい、だったらもう全然行っていいよっていうタイプなんで。あ、彼女に対して、あ、もう全然行っていいよって言って、ただその連絡だけはちょうだいっていうのぐらいで、だそれが嫌だっていう人の方がやっぱ多いんじゃないですか、ね、もっと焼き餅焼いてくれとかね。あ、そうとか、そう、行かないでって言ってくれとかね。そうそう、軽い束縛、ちょっとめんどくさいね。それね、めんどくさいですね。だから僕が行く時も多分やっぱそういう、僕の方が多分そういうの多くなってくるんで、だそういうの考えると、うん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 、もうだから全然行っていいよってなるし、でもそれが逆になんか、うん、全然なんかこう束縛とかそうみたいなのはあるかなと思います。なるほど。でもこうバリバリ働いてる女性とか合いそうですね。じゃあなんかこう、ね、自分がしっかりしてて、なんかかもしんない、うん、そういう人は合いそうなのって思いますけどね。なるほど。それで家庭に入って、うん、こうスイッチ入ったりとかですね、うんうんうん、そう。でもなんか私、うん、山田選手ともうほんと3年ぐらい、うんぐらい、まあ、一緒にね、うん、やってますけど、うん、なんかすごいテンションが上がってイエーイってなってる姿とかあんまり見たことないですよ。なかなか出さないですね。そう、出さないですね。なんかいつテンション上がるんだろうって思って、いつも結構落ち着いてるじゃないですか。寝ですかそれは、うん、なんか多分やり方わかんないんだと思う。だってお酒飲んじゃったりとかガーってなんなんないんですか。なりよく喋りますねっていうみんなに言われます。言われますし、だからなんかその試合とかに勝ったりとか、はいはい、もちろんその優勝もありますけど、うん、もうどうやってやったらいいのか全然分かんなかったですもん。へー。例えばね、ほら同じベンチとか見てても、うん、こうりょうくんとかすごい喜んでる、はい、そうですよね、ね、あのぴょんぴょん跳ねてたりとか、うん、もう長太郎とかもガーッと投げてたりとか、ああいう感じはないですよ、一切ないですよ。たまに便乗してちょっと行こうかなって思うんですけど。行ったらいいじゃないですか。いや、出遅れてますよね。あ、本当に出遅れてるし、うん、なんか俺はよっしゃみたいな感じで立ってこうやってコブしてる時も、はい、うん、パッて見たらあれみんな座ってるみたいな。あ、だから目立つのかな。なんかだからいつまでも怒ってるみたいな。わーわー言ってる感はそうかそうかあるし、うん、でもやっぱ決めたりとか、いいチームメイトがいいプレーっていうか、なんか、はいはい、普段なんかなかなか見ないようなプレーとか出てきたら、うん、おーっバーってなっちゃったりとか、うん、あ、そうなんですね。しますけど、自分がなんかこういくら調子よくて、うん、なんかシュートとか入ってたとしても、うん、なんかもうそういうの一切やんないせない。そうですよ、スリーやったらカッとかってやってくださいよ、うん、一回やろうかなと思いますけど、うん、本当ですか。やってください。わかりました。じゃあ決めたらちょっとやってみます。あのこうやってこう背中ビーファンこうやってさせたね。そうですね。ちょっと見とくようにしましょうね。それやってるかどうかをね。じゃあそれ今年の目標に。目標、あ、そうですね。はい、34試合。そうですよね。だってなんかこう目が全開な時ないですもんね、うん、なんかいつもちょっとこう70%くらい。たまに眠い時は。それでいいんですか。たまに眠い時がある。でもそこが魅力的なんでしょうね。 なんかこう何を考えてるか分かんないというか、うん、まあでもね、うん、チームの中で全員はしゃいでてもしょうがないですからね。誰か落ち着いてないとね。確かに。俺タケさんとどっちかって言ったらあの端っこで戯れてる方の、ああ、はいはいはい、なるほど。なんかみたいな感じでタケさんもなんか
あれ大丈夫っていう、なんか俺もついてきれないって言ってもらって、俺がこうやってやった時パッて見てもなんかムツッとしてるし、ね、ケンケンコンビで、まあ、そんな感じですね。そうなんですね。いやじゃあなんか今シーズンのなんかね、うん、それを目標にするってありましたけど、なんか真面目な今シーズンの目標はありますか？いや もちろんもうね、後半戦がスタートしてる段階で、うんうん、やっぱ残り試合もどっちかといったら上位チームっていうよりは自分たちと本当に、うん、成績争ってるようなチームと対戦がやっぱ多いんで、やっぱ一つでも多く勝てば、今年は本当に今2位のチームとも5勝差しかないので、うん、全然チャンスはあると思うし、自分たち次第だなっていうのはすごく思うんで、本当に会場にまた足運んでいただいて、後押ししていただけたらなとは思いますね、うん、はい、こう個人のプレーとかそういうところでこうもっと高めたいなみたいな部分はありますか？まあ、もうちょっと積極的にちょっとシュートを打っていこうかなっていうのは今年はしていこうかなと思って、うん、やっぱ限られたプレイングタイムの中でやっぱ結果もある程度残さないといけないですし、チームにも貢献しないといけないと思っているので、そこの部分はちょっと意欲を出してやっていこうかなとは思います、うん、はい、なるほど。いやなんかあれですね、今シーズンも本当に残りわずかですけど、後半はすごいはしゃいだケンジさんを見たいですね。あ、いいですね、はしゃいで、うん、はしゃいで怒られないです。ただ寝遅れないようにだけ。あいつ大丈夫ブーサーさんからいつもと違うけどテンション大丈夫みたいな。でもほら、あれははしゃぎやすいですよね、これね。あ、そうですね、それはもう全然みんなでやりますからね。あ、こうやって、そう、はい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 、ボールどこ取ってた、ね、あ、いい写真ありましたね。あれはみんなでやりますし、はいはい、でも本当ね、いや山田さんがやってほしいですよ、うん、やります。スリーを打ってですね、はい、ちょっとはしゃいでほしい。わ、はい、かりました、うん、ちょっとやってみます。でもなんかその時にこうあれですね、チームメイトとかがお、よかったなみたいななかったら結構寂しいですよね、うん、一人ではしゃいでる。あれ一回ちょっとベンチだけ見ようかな。そうですね、そうですね、はい、決めたけどいやー本当に、はい、まだまだシーズン続きますが、うん、今後の山田選手にも大注目ということで、はい、2週にわたりお迎えしたゲストは横浜ビーコルセアーズ背番号13番山田健二選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天然素材だけで作る家、体に悪いものは使わない、すべて無添加、無添加住宅、ご用命は正規代理店へ。本日のゲストは横浜ビーコルセアーズ背番号13番山田健二選手でした。小泉さん、いかがでしたか？はい、どうでしょうかね、こう2回続けてなんですけど、はい、結構山田さんのなんていうの、掘り出しっていうんじゃないですか。そうですね、いろいろね、はい、たくさん話してもらったなって気がするんですけど、なんか、うん、多分こんなにプライベートなことをいっぱい聞かれたの初めてなんじゃないかなって思います。まあね、でもまあ一生懸命答えてくれたんで。そうですね、うん、もう聞けば教えてくれるのかなと。そうですよ。でもこうなんか謎なところが多分魅力なのかなと思うので、まあ、そうですね、だからあんまり謎も掘りすぎないように、はい、そうですね、うん、こうやってた方がいい。でもまだ全然、うん、まだもっと掘ればなんか出てくる気もするんですけどね。そうですね、今度じゃあまた2週目の時に、ね、そうですね、2週目の時に、これ今回で山田さんでコンプリートですので。そうですね、これは第2弾が始まっていますので、ね、そして今シーズンね、はい、山田選手がシュートの時に、ね、そうです ねやってくれるって言ってましたんで、はい、ぜひ皆さんはしゃいでたら皆さん温かい目で見てくださいね。うわっていう顔だけはしないように、うん、温かくはしゃぎぶりを見守るということで、はい、お願いします。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上恵と小泉秀明でした。